どうもこんにちは。今日はねちょっと雑な動画なんですけど、今日ご紹介するのはこのアリゾナのムーチョマンゴーですね。なぜムーチョなのかちょっとわかんないんですけど、フルーツジュースカクテルで、アリゾナはまあアメリカとかカナダにもある、まあ要はお茶のブランドなんですね。いろんなこう変わり種をこう定期的にね出してくれるんで、まあレビューっていうか、まあ飲んでみてただこう、ああこんな感じねみたいなのをただグダグダ言うっていう動画です。さあ、じゃあとりあえずねこれ飲んでみます。ちなみにお値段は99セント、安いよね。99セント、量が 680ml なんでペットボトル1本とちょっとぐらいですね多分。でもねこっちのペットボトルね 591ml とか変なサイズがいっぱいあります。じゃあ開封でもないけどね、炭酸ではないですね。あ、香りはマンゴーの香りが強い。あちょっとねマンゴーとヨーグルトフレーバーが後ろから上がってくるね。でもまずくないこれ。ムーチョは分かんないけど美味しいよ、まあ、ムーチョかねどうかは分かんないけど普通に美味しいです。ということで今日のアリゾナはムーチョマンゴー、まあ、味としてはヨーグルトフレーバーがそんなに強くないマンゴージュースって感じですね。結構ねこれはもう一回買ってもいいかなぐらいの、アリゾナとしてはなかなか珍しい味です。でカナダはね最近もう秋に突入してるのかなってぐらいね、夜はね今外出てきたんですけどもうすっごいねもうなんかちょっと T シャツだけだと寒いかなみたいな感じになりそうでした。まだ T シャツだけどね。でもやっぱね寒くなるね早いよね、もう夏の終わりを感じますね。ということでそれじゃあまた今度。Prepare